少しコートを大きく使えるとポイントは簡単に入るのかなと思いますね。低い展開になってきた。ここで後ろから渡辺クロスしました。渡辺またこれも奥を狙う。拾った。カモラもよく返す。そうだ、カモラよく拾う。あロングサーブ、うん、クロス、カットで落とす。今度は強打、うん、重なった。渡辺を攻める。今度は二人の間、よく拾った。しのぐエンド渡辺。この攻撃ですね。今度は攻撃。はい、低い展開。よくしのぐ。うわ。ホキが押し込む。渡辺フォロー、小林、ここで渡辺前に来る、うん、よく拾っている、長いラリーになってきた。チャンス、ネット前に来た。渡辺クロス、よく拾った、よく返した。まだ続いている。あこの1年プレーの幅広がってますよね。そのホキが触りましたんですけど、打った後のフォローをこう見ててもらえるとすぐに準備に入るので、ですから相手にとっては非常に攻めづらいですよね。よく返す。こんな攻守逆転。前に来たホキ、上げさせて、入っています。しっかりこう相手の打ちにくいところ、拾いにくいところ、そうですね、コースをやってますよね、動かしても続けるホキですが、よく拾う。今度は小林が後ろ、バックハンド落とした。
これ。上げる。よいしょ。